ママ、静かにするわね。氷の湖が広がっていた。雪で足を滑らせないよう気をつけてね。向こうにカカシがあるわ。あれで三つ目。張り切っていきましょう。
すぐに終わらせてやる。あとは任せた。ここ凍った布が橋になってるよ。滑ったり足場を崩さないよう気をつけてね。落ち着いて小さな歩幅で歩くといいって聞いたわ。あとは前のめりに足裏全体で次の記憶を修復したら雪の啓示も見納めかしら。雪で視界は悪いし足元は滑って怖いし坂道大丈夫かしら。また殺されに来たのか。戦況を優位にします。すぐに終わらせてやる。ありがとうございます。行きましょう。最後の欠片を取り戻しに。殺しに流儀なんてないよ。私はただ与えられた役目をこなすだけ。派手に殺そうが静かに殺そうが刀で殺そうが素手で殺そうが何だっていい。今さらね。離れてと言ったらすぐに私から離れて。王国兵を見たら私はタガが外れるかもしれない。そうなったらこの失敗作の体はみんなも傷つける。いい夢を見るためのおまじない、知ってる？目を閉じる前に楽しかった出来事を思い出せばいいんだって。でもいつもやってるのに悪い夢ばかり見るの、どうしてかな。16号、21号、4号、私はまだ生きてるんだ。ごめんね。肩がついたらすぐにそっちに行くから。ここがあなたの旅の終着点。最後の記憶、その修復をする時が来たわ。失ったすべてのものを取り戻し。
全部粉々にしてやる。感謝なんかしないぞ。お願い。本能に刻まれた欲望に従って人の夢を奪い、その端末使い方は覚えているかしら。道が断たれたわね。道があっても引き返すことなんてできないけど。恐れよ。
選択をするとしても。これより任務を開始する。なんかしないぞ。行け。それこそが最後の一つ、言葉。これで、あなたは失ったすべてのものを取り戻した。はいはい、お呼びでしょうか。どうぞこの道をまっすぐお進みください、レバニア様。
とは失礼な。この方は去る場所からこの世界にこう。また怖い夢だ。これは白い服を着た少女だ。私フィオっていうの。じゃあまた明日ね、怪物さん。眠りについたお嬢さんがそろそろこっちの世界に。それでは、よいしょっと。いらっしゃいませ。お嬢さんの夢とつながる刑事の世界へ。いやー、こうも利害が一致するクライアントがすぐに見つかるとは。これぞウィンウィン。詳しいことはおいおい私めが説明しますからね。幸福なかけがえのない日常。この夫婦もまた当たり前の日々に感謝する。外に出た夫婦が目にしたのは、息子に襲いかかろうとする始めるぞ。それは幾度となく繰り返し見る悪夢、絶望に突き。花だ。花が全てを奪った。両手で抱えきれない幸せを、命を懸けても守るべき宝を。花を根絶やしにすれば、あの子は。花の化け物が人を殺す物語でしたよ。みんな死んじゃったり、痛い目に遭ってたり。敵増援を確認、解除する。破壊する。これでどうだ。
るんですね。嬉しい夢を見れたらいいのにな。びっくりしたよ。いやはや、便利な世の中ですね。に来たの。それでは、よいしょっと。こんばんは、怪物さん。さようでございます。ここは私の職場と言ってもよいくらいです。こう見えても私、昨年度の年間社内営業 MVP として表彰されましてね。そうですね、カラスミでしょうか。カラスミ？大人の食べ物ですよ。お嬢さんにはまだ早いかもしれないですね。怪物さんは食べたことある？なら怪物さんも子供だね。行くぞ。行かないぞ。
鹿さん。あいつはたたり神。この辺りの刑事に現れては悪さするんですよ。様の刺激の力ですか。私は離れて応援しておりますね。怪物さん、怪我しないでね。僕はまだ祟り神を信仰している者もいるという話です。いやはやおぞましい。鹿さん、悪い鹿さんなの？はい、そうなんですよ。顔は怖いし、突然現れてはぬぼーっと立ち尽くしていたり。それって悪いことかな？しかし祟り神を見て臆せぬとはさすがでございますね。うんちゃん、鹿さんが怖かったの？皆さんのために空、あっちの世界が朝になるようですね。今日もありがとう。もうちょっと一緒に冒険したかったな。夜になればまた会えますよ。さあ、こちらに。夢を集めるのにもすっかり慣れてきましたね。この調子でどんどん進んでいきましょう。とうとう刑事の果てに到達したようね。あの扉は刑事の果てに到達した時にだけ挑戦できるガチャ。そしてあの扉は同じく刑事の果てに到達した時にだけ挑戦を許される戦いの場、レイディークエスト。あら、これは何かしら。あの木が実を結んだのね。地面に落ちたアイテムは積極的に拾っていきましょう。
敵増援を確認。解除する。全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋にパパッと片付けちゃいましょう。また殺されに来たのか。全部粉々にしてやる。
すぐに終わらせてやる。